ヒドロキシシルカは有機化合物に酸化あるいは置換反応をさせながら一つ以上のヒドロキシ元を導入する反応である。生化学では酸化還元酵素の一つであるヒドロキシラーゼによって容易に起こる。ヒドロキシプロリンヒドロキシリシンプロリンのヒドロキシルカはタンパク質において重要で C ガンマ原子に起こりヒドロキシプロリンとなる。これはコラーゲンの過剰結合にとって 必要素である。プロリンのヒドロキシル化反応は低酸素誘導因子にとっても必要不可欠な反応である。また、プロリンのヒドロキシル化反応が Cβ で起こる場合もある。リシンにヒドロキル化反応が起こると C5 の位置で反応し、ヒドロキシリシンとなる。これら3つの反応は、プロリル4、ヒドロキシラーゼ、プロリル3、ヒドロキシラーゼ、 リシルゴ・ヒドロキシラーゼの3つの酵素を活性化させる。これらの反応は、酸化を実行させるために大きな子に鉄を必要とする。また、酸化された酵素活性中心である鉄の還元には、アスコルビン酸が使われる。アスコルビン酸塩の欠乏は、プロリンのヒドロキシル化反応の不足につながり、不完全なコラーゲンが生成する。これは、解決病として症状が現れる。 柑橘類はビタミン C を豊富に含んでいるため、昔、イギリスの船員たちには栄養航海の時、解決病予防のためにライムが与えられていた。そのため、イギリス海軍の水兵はライミーズと呼ばれるようになった。ありがとうございます。